マイタウン、ダイレクトバスマイタウン、ダイレクトバスとは、京成バスをはじめとする、京成グループのバス会社が運行する、東京駅方面から、千葉県内を結ぶ通勤高速バスの愛称である。東京都心と千葉県内間の通勤高速バスについては、およそ40年前に、当時の運輸省から構想が打ち出されたものの、当時は、道路整備が十分でなく先送りされた経緯がある。 しかし、現在は、東関東自動車道や、首都高の整備も進んでいることから、マイタウン、ダイレクトバスとして、鉄道駅から距離のある新浦安地区と、千葉北インターチェンジ周辺地区より、都心までをダイレクトに結ぶ通勤高速バスが計画された。混雑する鉄道を利用することなく、また駅までの路線バス運賃、並びに、そこから都心までの鉄道運賃を合わせたものと、 同等のバス運賃で都心へ行くことができることをアピールしている。他の同社高速バス同様、無線を活用した渋滞回避運行が行われている。東京米シティ交通 JR バス関東京成バス、新柄市の高速営業所、運行会社運行経路運行会社運行経路、運行会社運行経路、桜インターチェンジルートは千葉グリーンバスの 単独運行運行会社運行経路、京成バス、長沼営業所、千葉内陸バス、千葉グリーンバス、京成バス新奈良市の高速営業所、千葉海浜交通千葉海浜交通、京成バス、長沼営業所、千葉内陸バス、千葉グリーンバス駐車区出店参考文献。ありがとうございます。